1ニョッキー、2ニョッキー、3ニョッキーということで、せーの、ついてるねったらついてるよ、ついてるねったらついてるよ、ついてるだのに、ついてるねったらヘヘヘ、あなたの黒にひよともす、ライト、光の伝統師、ついてるともみんさんと私たちです。あら、はしょったね、君たち。だってさ、今年、初じゃない？だから、トモミンさん、何の料理作った方がいいかと思って。そうよ。そうね。そう、今年、お初の料理デモでございます。はい。なので、ちょっとこの、飲んだくれグラスに、キリンのホームタップさん、いっぱい入れちゃったんで、ちょっと、君たち待っててね。はぁ、ちょっと苦しいよ、トモミンさん。ああ、いい。ちょっと何よ、これ、私たち。いいじゃないか、仲良くて。はい、いただきます、皆さん。乾杯。今年も、よろしくお願いします。2020年。はい、ここのとこずっとね、無音の動画とか神社の動画とか多かったんでね、たまには料理やろうかなと思ってますんで、皆さん今年もよろしくお願いします。はい、いただきます。君たちも頼むね。はい、今年もよろしくお願いします。ちょっと変な角度だけど、はい、あーめガソリン注入ですよ。さあ、さあ皆さん、さあ皆さん、あれ、トラちゃん、あんた間違えてるよね。僕はライオモルです。僕やっぱ違う、トラちゃんよ。トモミさん、これ手逆でしょ。これね、私手逆ですね。あれあれこう、あれ合ってたの、分かんなくなっちゃったから、まあいいや。はい、そんな感じでちょっとなんかオープニング変なのよ。変になっちゃってます。喋れてませんね。はい。そんな感じで、今日は何をしようかと思いましたね。料理を。食材が、冷凍庫の方の、下の方でこう、カッチンコッチンになってるのが、ただ見受けられるので、それをね、先に使った料理をしていこうと思って。もう僕のいつもの得意な、魚の煮付けですよ。そうなんだよね、トモミンさんの煮付け、あれ美味しいのよ。本当よね、あれ実家のお母さんも喜んでてみたよね。本当そう。あれ皆さん、トモミンさんの味付け、あれ俺が喋っちゃった。私の味付けね、本当に結構評判です。はい、自分で言うのもなんですが、はい、そんな感じで今日もやっていこうと思います。じゃあ君たち後ほどです。じゃあみんな後ほどです。さあ君たち待っててね。さあ今日の食材はまずこれ、カチコチのハタハタ。あとこれ、ちょっとだいぶ冷凍焼けしちゃってる、すごい色になっちゃったな、これ。金目さん、カチコチになっちゃってますね、これ。あとこれ、カレイさん。カレイさんもこう、しごついちゃって。もうこれは、どうするかっていうと、僕は、洗っちゃいます。もう何でもいいんで洗っちゃいます。とりあえずで霜を落とします。要は水がね臭くなってしまうので霜を落としたらさえする。痛いな、これエラが。霜を落としちゃえばね、匂いがある程度取れるので。本当ですよ、臭い匂いが取れるんで、冷凍の。痛いな、指切ったか、切れて。はい、こんな塩梅でこれでいいかな。切ったらばですよ、キッチンペーパーか何かで、で、お魚さんのまず水分取ります。もう臭くない。カレーさん、カレーさん美味しそうでしょ、ほらカレーさん。はい、次ハタハタさん。この今、ハタハタさんのね、ここのエラで指をサッとやったんですけど、痛かったです。はい、ハタハタさん。美味しそうじゃないですか、ほら、ね。こうやって折れるんですよ、きっと。どうでもいいから。はい。あとこれ、キンメちゃん。キンメちゃん、だいぶこれ薄い色になっちゃった、これ。まあ、僕が住んでるところはね、金の目って書いて、金目って読むんですけどね。これは金の目って書いて金目ですね。はい。
どうでもいいだろそんなところで。まな板なんで出したんでしょうかね。いや本当はこれ切れ込み入れたいんですが、冷凍なんでこのままもう煮つけちゃうんで、そんな適当で大丈夫なのみたいな感じで大思いの方いらっしゃると思いますが、いいんです。もうどうしようか。じゃあ先に、いてー、今日はちょっと手がおぼつかないですね。しっかり持ちましょう。白だし、白だしを今日フライパン、底が深いフライパンでやります。キャップ一杯入れちゃいます。はい、白だしさん入れたら、どっちかね、赤ワインじゃない、白ワインじゃなくていっぱい余っちゃって。お酒あったっけ、日本酒ある、あー料理酒ある、料理酒いきましょうか。おちょ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 、料理酒測りますか。たまにはここのとこずっと測ってなかったんでね。これでカップでいこうか。ワンカップ、ワンカップってお酒のワンカップじゃないですか。あったですよね。どのくらい使う、お酒。お酒1/4、みりんさんも、あ、みりんさんちょっとしかない、みりんさん買ってこないと。みりんさんどこにあるんだ、これ入れちゃうから。今日プラゴミだったから今日出せばよかったのに。まあ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 です。はい、みりんさんも同量ぐらいですね。お酒とみりんさん1:1ぐらいです。そこに今度お醤油さん、お醤油さん新しいの出さないと。足りないかな、足りるかな。ドボ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 ーっと入れちゃうと多いかな。お酒、みりん、醤油同量ぐらいですね。全部もう1:1できます、今日は。はい、そこにこれは一回沸騰させちゃった方がいいです。なんでかっていうと、アルコールを飛ばすからですね。うん、そこにこの蜂蜜、これコンファニーって言うんですけども、これあれなんで言ってないんで、もしある方は蜂蜜入れてください。どのくらい、このさじに、ちっちゃいおさじね、これどのくらい入れてみようか。これね、蜂の巣なんですよ。多めに入れようか、このくらい入れちゃおうか。入れるとね、美味しいんです。これ魚と蜂蜜が合うのかというところになりますが、いいんです、入れちゃいます。こんなに入れていいのか。いつも俺こんなに入れてたって。まあいいや、いいや、まあいいや、いいや、入れますよ。はい、はい、どうぞ入ってください。はい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 、これでね、あとは何を入れるかと言いますと、まあこんだけ煮てあればとりあえず水は入れませんで、あの塩ね、塩、塩するだけ、気持ちパラパラリンと一つまみないぐらい入れる、気持ち入れといて、あとはオーガニックシュガー。魚さんたちね、これ多分あれなんでね、あれじゃわかんねえ、このくらい、どんくらいある、これ甘いのが好きな人はいっぱい入れて、そうでもない人はあんまり入れないで。でこれで一回沸騰させちゃいましょうかね。沸騰させたところでちょっとどんな塩梅かという感じで思ったんですが、今ちょっとこれでどんな塩梅かな。あ、おいしい、もうすでにおいしい。あ、これで煮たらうまいよ。昆布とかあれで出しとってもいいかもしれないよね。うん、昆布も一緒に、あーでもえぐみが出ちゃうか。そう、もう遅いね、すでにもう遅い。これで30秒、2、30秒、今沸騰してきたんで、2、30秒ぐらいぐつ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 やっていただければ、アルコールさんが感染はしてません、飛ぶんでいいと思います。こっちはいつものように20穀米炊いてます。いつものようにというか、今年初ですけど、ね、今年初、うん、まあね、けど今年初日の出も見れたしね、
うん、この辺で今日喋るのダメだね。カメラの位置が悪い。そうね、悪くない、大丈夫、そんなもんです。はい、そしてぐちぐちなってきたらこの人たち魚に取り替わって言うんですよ僕も教えてもらったやつだ。魚は身から、鳥は皮からだから魚身鳥皮って言うんですけどね。でグズ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 してきて、もう 2,30 秒多分経ってると思うんで分かんないけど、もう入れちゃいます。あっちょー無念ぜー、はい、金目さん入れて、タイじゃないこれなんだっけカレーさん入れて、入るかな、これだと入らないぞ。じゃあこう向きにしたら入るかな、ちょっと入らないかな。でハタハタさん、さっきね仮に置いたら入ったんですけど、現実になったらこれ入りません、困りましたね。あ、こうしよう。これでハタハタさん入れた、入った、よし、これで蓋をして、そうだな、ちょっと蓋をして様子見ましょうか。いや超グツ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 なってるんで、もうちょっとグツグツさしてから、うん、もうちょっとグツグツさしたら煮込みに入りますんで、はい、いい感じで煮えてくれたら最高じゃないですかっていうことでね、こうやってる間にこっちを片付けちゃいましょうって言っても、今日はゴミがあまり出なかった、ありがたい、ありがとう、ゴミさんもありがとうです。はい、いや、まな板は俺は何のために出したんでしょうかっていうことで、何ですか。ああ、お醤油さんのペットボトルから、ありがとう。はい、うん、これでねある程度グツグツしてきたら下げちゃいますけどね、うんうんうん、本当はね、あのほら、あの冷凍じゃなくてさ、一夜干しかなんかになってる魚をこう切れ目入れてさってやるんだけど、どっと思いをそれで思い出した、魚の臭み取るのに何も入れてないじゃない、生姜とかって思ったでしょ、入れてないんです。どうしましょうか、もう、あ、いや、チューブの生姜があったかな、あったたたたた、これちょっと入れましょうかね。これ使えるのかな、いつのやつだかわかんないけど、まあ、ない、おお、出た、ちょうどいいや。これで生姜入れて、はい、置きましょう。あんまり僕ね、生姜入ってるの好きじゃないんですよ、いっぱい入ってるのが。なんで、ある程度でいいですよ、僕はですよね。あの、生姜が荒れない人は生姜入れてください。梅干しもね、入れるといいみたいだよね、あったかな、梅干し、梅干しあったら梅干し入れてみようか、せっかくだから。あるじゃん、いいのが。これね、漬けたのもらったやつがあるんですよ、梅干し。美味しそうな梅干しさんです。おっと、箸が全然どちらかっちゃったけど、まあいいや。どれ入れようか。美味しそう。今これ食べたい、食べたいくなっちゃう梅干しさん。美味しそう。はい。せっかくなんで、ちょっと、シソの葉と梅の皮のところがいただきます。おお、おお、うまい。すごくね、しょっぱい、酸っぱいんだけど、甘みがあるんですよ。これさ、しょっぱいの好きな人は分かると思うけど、あるじゃん、あのすごいしょっぱいけど甘い感じがあるな、もう甘いや、はい、うん、いい感じ、匂いもいい感じ、でこれ魚の目の色がもう白くなってきたんで、火は通っている、出したね、通り出したね、うん、いい感じだね。あとカレーさんがもうちょっとかな、あとはこれでしばらく煮ていきましょう。あ、ちょうどご飯が炊き上がりました。弱火にして
時間にして、そうだね、20分ぐらいやってみましょうか。いい感じになると思いますんで、はい、じゃあ20分後に移動の前に炊き上がったばかりの20個ごま言いますか。こんな感じです。うまそうです。はい、じゃあ20分後に移動。ポチッとなっとあれから、あと残りが5、6分になったんで、ちょっと蓋開けておきましょうかね。落とし蓋してね、煮物ってやるじゃないですか。僕はやらないんですよ、めんどくさいんで。で、今はこんな状態ですね。こんな状態です。見えますか。これでだいぶもう結構煮えていらっしゃいましてね、トロトロしてきて水分がいい塩梅なんで、これで周りのこれを上からかけていくっていう、このタレを。おいい感じですよ、ほら美味しくなるよこれ。美味しいよ、もう梅の肉とかたまんないこれ。超いい感じ。こうやってかけていくわけでございますよ。本当はほら切れ目入れればそっからさ染み込むじゃない。でもほらもう一応内臓とか取り出してあってさばいてある魚だからさ、煮詰めていけばどん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 この入っていくじゃない、中に甘みが。そうです、だからそれでいいのかなと僕の解釈でございますが、もう超いい感じになってきましたよこれ。これ絶対美味しいよ。美味しくないわけがない、あんだけ蜂蜜もいっぱい使ってるし。いやいい感じいい感じ。あもうこれね、ほら木のスプーンでやるとフライパンも傷つかないでしょ、うん、いい感じなんですよ。ほらこうやってピッ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 ってかけていく感じでいいんじゃないでしょうか。その適当な作り方で本当にいいんですかって思ってる方多々いると思いますが、いいんです。あとはこれでちょいちょいかけながら、このかけるのがね好きなのよ。かけながら煮詰めていってちょっと水分を飛ばしていこうと思います。煮詰まってきたらこの旨味が全部入るわけだよ、魚にギューってギューってギューって入ったのを、この20穀米のご飯と一緒に食べたら最高じゃないですか。それにこの一番搾りの生なんだっけ、ん生ビール、そうビールが出てこなかったのやばくないですか。大丈夫ですよ。あ、今赤ワインが目についてしまいましたね。これいとこからもらった赤ワインなんですけど、アイアカネっていうらしいんですけどね。これちょっとね、これね、実家帰った時にすき焼き用のお肉があったんですよ。でどうしようかっつって、で日本酒とかそういうのなかったんで、何も割り下作れないねなんつってたら、一番上の息子、だから要は孫の、俺孫二人いるんですけど、孫のお父さんがね、まあ息子がね、ややこしいからね、いやこれね、で持ってきてさ、ワインさっつって、これで割り下作ってっつって持ってきたのがこれだったのよ。ワインで割り下作るのっつって、なんのっつったら、すき焼き丼っていうから、はぁっつってやって、これでやったんだよ。めっちゃうまかった。なのでちょっとあと残りが少なくなりましたが、これ上からワイン入れてみようと思います。いいんですか。本当に大丈夫か俺この料理。でもワイン入れちゃったから、これもうちょっと時間が伸びますよ。赤ワインで、まあ赤ワインの香りがつくよね、少しね。多分、どう？なんかすごい。和風の料理なのに、すごいこう、すごい。何これ？上品な香りになった。お上品でございますよ。はい。ついてるトモミンでございますよ。今年も皆さんよろしくお願いしますね。
これをちょっとこう、まあ赤ワイン入れてもほらもう今ほとんどグツグツしてるからすぐアルコールは飛んじゃうと思うのでね、うん、いいと思います。これこれなんかね、今俺こうやってやってる中で見てて一番美味しそうだなと思うのこのカレーさんがすごいいい感じ、うん、テッカテカになってきた。テッカテカ、あれですよ、別に他のがダメだとか言ってるそういうことではないんですよ。テカテカになってきたよっていう、ところですね。こうやってね、ちょろ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 こうやってかけてくるのがね、僕好きなんですよね。こうやって美味しそうじゃないですか、ほら、これ吸ったらうまいよ、吸ったら吸ったらっていうあれがあれですから、これいいよ、絶対いいやつだよ。ほら、おっと終わってしまったんで、あと5分ぐらいやりましょうか。一回これどうしたらいいの？スタート。まあ5分というよりも、この好きなだけの水分を取っといてって感じでいいんじゃないでしょうかってことですね、うん、もうちょっと飛ばしたいんですよ、水分を。もうちょっととろみをつけたい、うん、いや今ね、もう今これベストだと思うんだけど、もうちょっとやりたい、もうちょっと気持ち、もうちょっとなんです。もうだいぶ透けなくなってきましたからね、気持ちもうちょっとやりましょう。あー、すいませんすいません、これいいよ、絶対美味しいよ。もうこれもうこの時点で美味しそうなんだって。梅干しさんもなんかなんだか分かんなくなっちゃったからね、どれが梅干しなんでしょうかっていう感じになってきましたが、いやー染みてる染みてる、味が染みてる、これ美味しいよ、絶対にうまいよこれ。これでまずかったらね、どうしようもないですよ、ね、まあまずいことはまずないでしょうけど、ものすごい香りがいい。もうこれ追加ワインいいかもしれない、煮物の追加ワインこれありかもしれません。ちょっと煮詰めたところまで移動。こんな感じ、ほら見て、こんな感じのトロトロのやつを上から、ちょっと火が強いな、ほら見て、ほらトローっていくでしょ、トローって。ちなみにこれ梅さんです、見えてない、これ梅さんです、梅干しの種さんですね。にょーつって、これたまんない、ググ好きこれまあほらかけていくとこういう感じでいい塩梅にして、ほらもうドロドロになってきた、美味しそうでしょ、ほらほら、あの梅干しさん、もうこれ絶対美味しいよ、間違いなく。もうちょっとだね、もうちょっと水分を飛ばしていこうと思います。あんまり飛ばすとね、焦げるからね、焦がさないでよ皆さん、焦がしたら終わりなんでね、うん、これ火加減こっからだ、やばいからね、これ、あ、いい感じ、よし、よし、よしよしよし、じゃあ持っていこう、持っていこうじゃない、盛らない、じゃあちょっと、また元に戻しますよ、よし、さあ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 、トロトロになったけど、これだと入らないね、このお皿だと入らないってことが判明しました。ちょっとガチャガチャします。すいません。この大皿でいきますか。大皿でも入るかな。さあ。あっちぜ。それあっちいよ、フライパン持ったのね。さあ、ちょっと持って盛り付けていきますよ。さあ、どういう風に盛り付けようかね、これ。ちょっと待って。この木の。スプーンはこれ使いたいんで、
ちょっとここに置いといて、ぼっとっとっと、これついちゃうかな、大丈夫。さあ、うまいこと栽培さんで取れるかな。まずは金目さん乗せていこう。で、カレーさん、金目さん乗せて、カレーさん乗せて、で、ハタハタさん、さあ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 、ハタハタさん、ハタハタさん、ここがいいかな、こっちかな、こっちかな、ここかな。ちょっとカレーさんこっちずれて、金目さんちょっとずれて、ハタハタさんこんな感じで、で、このタネさんたちを、これ梅干しのタネさんとか、これちょっと舐めてみようか、後でこれ美味しいよ、絶対うまそう。はい、広げてるじょーっとタレをかけていきます。いいね。で、梅干しさんたちをこうちょろんちょろんちょろんなんて、こう軽く乗っけたりとかして、スプーン使わなかったね。はい、ちょっと待って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 、これ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 、梅干しのタネさんです。ちょっといただきます。うまい。うん、臭みは何にもない。あー、おいしい。梅干しの味が嫌いな人は別に梅干し入れなくてもいいんですよ。あとはこれをちょっとキッチンペーパーで周りのこのちょっとこういらないところを拭き取ってあげてでですね、拭き取ってあげてですね、ここら辺のピューッとこう取ってあげてですね、ありがとう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 、ありがとう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 、うんと、んーや、どうだいこれ。ちょっと手間を取ってますがまあいいでしょう。さあ、金目とカレーとハタハタの煮付けが出来上がりました。こんな感じになりました。すごいじゃないですかこれ。うまそうです。もう香りがね、半端ないっすよ。俺、ライオン丸さんどっちだったんだろうね。こっちだったのかね、ライオン丸さんね。で、トビちゃんこっちだったのかしらね。まあいいやね。さーてと、ニョキ、ニョキ、ニョキニョキニョキつって、また出てきました、僕たちも。僕たちもつっても、俺も出て、ちょっと、大丈夫、トモミンさん大丈夫。うん。なんか、一発目、ちゃんとしてるのかしらね。いや、あれ俺どこを置いて喋っているんでしょうか。いや、けどこれさ、飲んだくれ結構ね、今日お酒、君たち持ってくれてありがとう。いただきます。いい塩梅。酔っ払いだっていう、酔っ払いの料理動画になってしまいましたが、こんな塩梅でございますよ、ほらけど。でもほらほら美味しそうじゃない、ほら見てほら、これうーわ、これ輝きったらあれしない。うまい、いい香りだ、もみんさん。ほんとね、なにこれ、なにこれ、魚だね。わかるよそんなの、わかるよそんなの。もうもうグダグダ、もうグダグダよ、ともみんさん酔っ払いですね。はい、じゃちょっと食べていこうかね。はい、じゃあ僕たちも食べさせてもらおうかな。食べるの私たちも。え、いやでも君たちはまあ後で食べてください。ちょっと私が味見しますんで。
これね、娘が修学旅行で買ってきてくれたお菓子なんですよ。散々言ってるよね。まずは、じゃあどれ行きましょうか。ムミオさんはもうなんとなく分かったんで、カレーさんをちょっと開いてみましょうかね。まあ、これね、ほら、皮に切れ目を入れてないから、なんていうの？ちゃんと中の白身が残ってるんですよ。こういう感じ。これカレーさんね。いただきます。ごこれまずいわけないよ。うん、あ、じゃあ金明さんちょっといただこうか。ちょっと梅肉さんをどかしまして、金明さんをちょっといただきます。金明さんもほら、何、切れ目入れてないけど、もう中がほら白身でこう出てくるんですね。これ美味しそうだわ。ほらこれもうふわふわなってるよ。ふわふわに。ちょっと待って待って待って、掴めない。ちょっと金明さん、ちょっと早く。あ、すっごいいい香り。これ金明さん、ちょっとちっちゃくなっちゃったけど、金明さんいただきます。あ、うまい。あ、うまい。さすが金目さん。うん、あー美味しい。ハタハタさんもちょっといただきましょうか。ハタハタさん、秋田ハタハタきりたんぽってぐらいですからね。よいしょよいしょ。切れない。ハタハタさんの身が取れない。取れた。これがハタハタさんです。これハタハタさん。おとととととと、いただきます。あのね、ちゃんと一緒に煮ちゃったから味がこういろいろなっちゃうのかなと思ってんだけど、これね、ちゃんとカレーさん、キンメさん、ハタハタさんの味、なんていうの、魚のその癖というか味あるじゃない、個性的な、残ってます。よかったです。はい、そんな感じでこれをご飯と一緒にいただこうと思いますよ。はい、じゃあ君たち締めていきましょうかね。動画を締めましょう。さあ、今年一発目の動画、キンメと、カレイとハタハタの煮付けになりました。はい、この動画をご覧くださいました皆様に、それぞれの子供がなだれたことが起きます。ついてるともみとライオンマルキングに京都とアジローでした。今年も楽しくやっていきましょう皆さん。またあの、この飲んだくれ、これ焼酎じゃないですよ、あのビールが入ってますよ。はい、また今年も一年よろしくお願いします。はい、また僕たち3人で、この3人でやっていきますんで、よろしくお願いします。帽子当たったぜ。はい、そんなんばいで、じゃあね皆さん、バイバイキーン。ついてるね、ついてる。じゃあねー。